こんにちは、みーくん探検隊です。今日は神奈川県横須賀市の、荒崎公園に来ています。海の公園です。まあほぼ海になりますがどうぞご覧ください。荒崎の浜の方まで来てみました。現在地ここですね。でさっきソレイユの丘に行って、ソレイユの丘の海側はこっちだったんですけど、こっちから道がないのでこう戻ってこっち行って今ここにいるわけです。荒崎シー&サニーコースがこの赤線だそうです。でこのあと荒崎公園の方まで行ってみようかなと思っています。降りてきた時なんかすごい地元道って感じで、なんか山あいみたいな感じだったけど、山海っていうところだからパッと開けるんだね。荒崎公園に着きました。入ったすぐのところにいろいろ看板が立ってまして、写真ポイントがこれか、写真ポイント弁天島行ってみます。ちょっと歩いたらすぐにこう陸地かなと思ったらすぐ横が海になったっていう、なんかなんていうか長細く浸食されているところですね。どんどん引きというんだそうです。ね、浸食されてなんか素敵な感じの洞窟になっています。ね、洞窟の中からこう浸食されている様子もこう見れて面白いです。こう横にいくつも側道みたいにまた浸食されていて、そこで多分この岩とかがこうゴロ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 なってこの穴がどんどん深まったのかなっていう岩もあって地質的にもきっと面白い、ね、これが横穴で多分こういうのがね中でこうゴロ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 これがなってどんどん穴が深くなったのかなっていう感じですよね。こうあっちにも動物がこう二股に分かれている感じになってて、あのこの洞窟の向こう側を最初歩いてきたので、おなんか向こうが行けるのかな行けるのかなって期待しながら来たら来れましたっていうところの最初の見えた穴ですね。こうぐるりと層がいっぱいなってるのが見れて面白い。降りてきたら、降りてきたらちょうどすぐ横にウニがポツポツといます。結構奥まで浸食されてる。いやなかなかドキドキ。こっちは通じてるけど、こっちは途中で終わってます。浸食された面白い地形のところを見ながら歩けるように橋とかね、通してくれてますね。お、トンビも気持ちよさそうに飛んでいます。おお、なんかすごい
怖い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 。うわ、クルちゃん。怖い怖い。いやー、波はあんま飽きないよね。こっちまで来たらどうしようというドキドキもあるし。ここも侵食されてる。さっきだいぶ侵食されたあの洞窟になってるところに降りて歩いた時に、足元の浜みたいになってるところのこの石が、あれちょっと変なと思ってよく見たら、まあ、侵食されやすい岩が、まあ、この石のも同じなんでしょうけど、このボコボコに 丸くこう侵食されるという面白い石としては普通ね、こんな風に自然で削れないような感じになってるんで、侵食されやすい岩なんだな、石なんだなっていう、岩質なんだなっていう、なんか石見ても分かる感じです。こうね、向こう側まで通じてる穴もあるんですよ。弁天島に行って戻ってきました。で、入り口近くの案内板です。この案内板があの鋭角になってまして、鋭角こっち側に弁天島あっちって書いてあって、でこっち側には白山展望台がこちらと書いてありますので、今度展望台に行ってみます。で案内板から入ってすぐのところに分かれ道になってまして、片方は海の方へ降りていく道、片方は山を登る道って感じになってまして、まあ、普通に考えてこの坂道登った先に展望台があるだろうということで、潮風の丘っていう案内が立ってますけど、こっちに登ります。そちらから登ってきて、この壁面が目に入って、アップこちらって書いてあるので面白いなと思いました。頂上ん展望台ってもっと広くなってるものだと思うんですけど、突然終わるみたいな感じで終わっております。ここが展望台なのかな、でも木が茂っていますけど木々の間から景色が見える。こっちもだいぶ木が茂ってるから立地的には絶景なんだろうけど、木に負けてますだいぶ
向こう側にこうね、あの岩と海の織りなす絶景がちょっと垣間見えるという感じになっています。木々の合間からあの岩と海の水が織りなすこうね、あの青と茶色と白の景色がちょっと見える。展望台の横に、芝生の広場とベンチと神奈川の景勝50選荒崎という石碑がありました。展望台から海側に降りてきましたら、せり出している岩のところに降りてこられました。ここまで来ると木がもうないので、こう本当180度以上海が開けていて、おお、で岩もあって、こう波がザザーンとなって、なかなかいい景色です。夕日の丘登ってきました。登ってきたら芝生広場があって、こう夕日が綺麐に見えるんだろうなっていう、こう展望台になっているところがあります。公園、こう荒いって岬の先ですからね、まあ、今日はあの天気も良くて、まあ、凪の方だと思いますけど、それでも、まあ、まあ普段あの海のそばにいないからか、こうザバーンってあの岩と波の感じが、もう荒崎うんうんっていう感じでね、波ずっと見てても見飽きないなぁと、楽しかったです、最後までご覧いただきましてありがとうございます。ミー君探検隊では神奈川県内の、いろんな公園だとか山だとか散策路だとかを中心に歩いて楽しんでいます。チャンネル登録をお願いします。また見てくださいね。バイバイ。